皆さんこんにちは。LINE 公式アカウントチャンネルのつつみです。本日の動画では、恐怖 LINE 運用で凍りつく瞬間ワースト5ということでお届けしていきたいと思いますいや。私もですね、今まで数百のアカウントを運用していますので、そうすると、まあ結構ですね、軽有な経験をすることもあります。それがいい経験だったらいいんですけれども、いや、これはもう二度と嫌だなっていう経験、その凍りついた瞬間などもたくさんありますので、今日はそういった経験が皆様の糧になればということでこの動画を撮っています。構築者の方は、もちろんそういったミスが起きないようにすることはできますし、構築を依頼される側の方も、あそんな んなことあるんだ注意しなきゃなということで動画を見ていただくといいのかなというふうに思いますそれでは今回はこの5つに分けてお話をしていきたいと思いますけれどもまず1番目ですねこれは本当にこう構築者の方は気をつけた方がいいと思うんですけれども LINE 公式アカウント側のプラン変更を忘れて応答が全部 L ステップで止まってしまったというところが結構あるんですねどういうことかというと実際にやられている方は分かると思うんですが LINE 公式アカウントのプラン変更と L ステップのプラン変更はそれぞれまあ別々の契約になっているわけですね例えばじゃあ今回 今回は LSTEP プ,プロプランで運用していきましょうってなって最初にプロプランを契約するんですけれども、まあ、ここがですねご覧の通りこんな感じで現在のプランはプロそれから残り送信数がまあかなりあるよという形になっているので L ステップをプロプランにしているから LINE 公式アカウントも月4万5,000通のスタンダードプランになっているだろうという風に勝手に思い込んでしまうんですよねでも実はこれ LINE 公式アカウントも実際にはプランの契約をしないとフリープランという形で1,000通しか月配信できないという状態になっています なっていますつまりですねこれじゃあいざ「ローンチしました」「公開しました」「月内の配信が1000通を超えてしまう」っていうことは普通にあると思いますそうすると LINE 公式アカウント側が当然プラン変更してないので上限を超えてしまう1000通以上配信してしまうっていうことになるわけですねそうするとこれまあただ配信ができなかったらいいんですけれども配信できないだけでなくてリッチメニューの応答等が全て停止してしまうんですねでしかもなんですけれどもじゃあこれ「通数が1000通あります」「いきなり2000人に対して配信します」そうすると1000 1000 1000人人ににはは届届くくけれども人には届かなないいみたいなことが発生してくるんです、ね、じゃあその配信を全員に届けたかったのにどの1000人が届いてないんだってこれ分別することもまためちゃくちゃ大変だったりするのでこれは本当によくあるミスになりますですのでローンチ前に必ずもう指さし確認でチェックをしていく必要がありますねちゃんと LINE 公式アカウントのプランは変更しているかこれを必ずチェック項目に盛り込むっていうのがまず対策になるかなと思いますこれは本当にま凍りつく瞬間ですよね2つ目はアカウント版ですねこれは以前の253番の動画 でも解説していますが基本的に利用規約に反する使い方をしているとアカウントバンされてもしょうがないよということになりますよくあるのが稼げる系の煽りワードを配信ですとかタイムラインに掲載したりしてしまったりとかあとは LINE 広告配信したりアカウントをですね認証済み申請してしまうとこれはもう一発バンされてしまう可能性がありますえ詳細に関してはこの253番で見ていただければいいんですけれども当然全てのアカウントを認証済みにしたら赤バンされるかと全然そういうことではないですねそもそも利用規約に反して いいいいるるるアアカカウウンントトの使い方をしししててて人が認証済みしてしまううとアカウントバンされるっていうこ,となのでここのところは、その利用規約に反するアカウントだなと思われた場合は、こういったことをしない方がいいですね。なので、マーケリンク、私の会社では、こういったところもすごく気をつけているので、今までもう300、400ぐらいのアカウントは運用してきましたけれども、まあ、かなり石橋を叩いて渡るタイプなので、赤番の実績に関しては今までゼロですね。こういったところは、253番の動画も見ていただいてチェックしましょう。そして3つ目ですね、シナリオ設計ミス。これは様 ななパターンがあるんでですすけれども一番こう良くないのはですね構築、まあ、できましたとなかなか構築者の方も締め切りとか納期に間に合わせるために頑張ってね作っているとやっぱり結構ミスとかって多発してしまうんですよねやっとの思いで納期に間に合ったらじゃあこれで公開しましょうってなって公開しましたってなったら本当にこれ例えばシナリオ流れるはずが全く違ったものが流れてしまったりそもそも流れなかったりといういろんなミスがあるんですよねなので例えばシミュレーションゲームちょっと複雑なゲームなんかはうまく作動するのかとかステップ配信を いいいいくくつかかかセグメンントに切っっってててて分岐をしるる場合ははそれがうまくいってるのののののステップ配信の中のリンクの遷移先は間違ってないのか、まあ、こういったところ、いくつもいろいろチェックポイントはあるんですけれども、これがしっかり大丈夫なのかっていうのをダブルチェック、トリプルチェックしていく必要があると思いますね。私自身も実際にじゃあ最初友達追加時アンケートのところで何かこう診断系のコンテンツを最初に出したんですね。でその結果によってシナリオ配信を分けていくっていう設計だったんですけれども、これがですね、もともとすでにアカウントを運用する されている方で、ステップ配信も,も持っていたんでですねで新しい今回、アンケート、診断コンテンツを作って、新しいシナリオに流すはずだったんですけれども、すべて旧シナリオ、もともとこの運用者の方が作っていた旧シナリオに流れてしまって、これはもう大問題だとなってしまったことがありましたので、必ずこれもね、ダブルチェック、トリプルチェックは必須ですよと。例えば、まあ、大きなアカウントであれば、構築者とディレクターの方がいるので、構築者がもちろんセルフチェックをして、ディレクターにもチェックしていただくと。そして、私たちマーケィング の場合は、例えばマーテリンクの社員、第三者がこのアカウントの裏側を見て、ちゃんとポチ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 押して、これでシナリオ大丈夫ということで、トリプルチェックすることももちろんありますし、それからクライアントさん、やっぱり時間に余裕を持って、クライアントさんにもこの流れでいいですかという風にですね、チェックをしてもらった方が結局焦ってうまくいくことはないので、最終的にはチェックチェックを重ねて、しっかりローンチしていくっていうことが当たり前ですけど、大事なのかなと思います。こういったですね、ミスっていうのは、初心者、構築者は気づけない可能性があるので、リスクが 高いかなとなので、まあ、経験者のダブルチェックとかトリプルチェックを設けてもらうといいのかなというのはありますね。それでは、4点目ですね。ステップ配信の成果が出ないこれは、なかなかですね、凍りつく瞬間でもクライアントによったりするんですけれども、例えば、このね、元則社長の案件、243番の動画で詳しくは話してますけれども、ステップ配信の施策って結構、このアカウントが、まあ、いいのか悪いのか、ちゃんと成果が出るのかの要になることも多いんですよね。じゃあ、例えば、この元則の社長のね、YouTube でも話しておりますけれども、 5日間ステップ配配信信をローーンチししししてから、ね、立ちままたたバと1週間、一件も問い合わせがないんだけれども、大丈夫なのかなってクライアントさんによってやっぱり不安になるわけですよね。ただ、じゃあ、1週間効果が出ないのは本当にまずいことなのかこれはプロの我々の見解からすると、必ずしも1週間効果が出ないことが悪いっていうことではないんですよね。じゃ逆に考えると、じゃあオープンしてから5日間経ちました。5日以内にコンバージョンする可能性はそもそも高いですかっていうところなんですよね。じゃあ1日 1日日日日目3日目4日目5日目2 3 4 5とと流れていきますとで最後の5日目を読んでいただいてじゃあこの商品に申し込もうかなって思う方もいらっしゃると思うんですね、まあ、その方が大多数だと思います逆に言うと今このシナリオを1日目から4日目読んでる人はまだこの商品に対して最後までシナリオを読んでいるわけではないのでその人がコンバージョンする可能性というのは低いんですねつまり何が言いたいかっていうとあらゆる商材のリードタイムを知っておくことがめちゃくちゃ大事なんですねじゃあ元典社長のようなオンラインサロンを最後にじゃあ捨てて ステップ配信で販売してていく場合の基本的ななリードタイムって何日なんだろうと普通に5日間バンと5日目ですぐに結果が出るのかいやそれとも少し経ってから10日間ぐらい経ってからそれが平均ぐらいで商品買ってくれる人が多いのかやっぱりこういうのってベンチマークと呼ばれる数字があるんですよねなのでそこをまずはちゃんと友達追加時挨拶とかステップ配信のコンバージョンのところとかでデートフォーマットタグっていうんですけれどもそういったものを取っていく必要があるわけですねでこのリードタイムをどうやって取っていくかに関しては187 7番の、まあ、ちょっと上級って書いてありますけれどもこのあなたの商品購入まで何日かかるか分析していますかということで詳しく話していますのでぜひチェックをしていただければなと思いますでそれでもですねじゃあリードタイムは平均でこういった商品の場合10日間ですよとでも10日間経っても全く問い合わせがない申し込みがないという成果が出ないならばやっぱり何の数値が悪いのかを分析し改善するっていうところが大事なんですねこれは私もよく言ってますけれども L ステップをじゃあ最初ボーンと作りましたと最初から100点満点の L ステップを作り 実はそういう甘い世界ではないんですよね。やっぱり自分ではもちろん100点満点のもので納品はしてるつもりなんですけれども、中には、あ、ここ、もうちょっとこうした方が良かったなと、実際にこう数値を見ていって、改善、回収をしていくっていう、そこが結構大事だったりします。なので、例えば、どこがじゃあその数値が悪いのかっていうのを分析するために、ステップ配信の動画がそもそも刺さってないのか、具体的に言うと、市場維持率とか低評価の割合が高かったら、やっぱりこう動画自体が刺さってないわけですね。そうすると動画を、もうちょっとシナリオを、動画の概 そもそもそそねちゃんとと作って動画自体を変えないといけないいいけのかいやそれとも、ステップ配信自体がそもそも見られていないから、たっぷりとかをね、見ていくんですけれども、じゃあ、1日目の動画、100人中10人しか見ていませんっていうことになったら、これはサムネイルが悪いとかね、設計が悪いっていうことになりますから、まあ、こういったリードタイムの知見があるとか、それから改善改修案が、まあ、たくさんこう出てくるような構築者に依頼をされるといいのかなっていうところはありますよね。それでは、最後、配信ミスっていうところなんですけれども、まあ、配信ミス、いろいろこれも あありりまますすすけれどもも脱時は可、ま、愛、あ、いいレベルぐらいな感じですねもっと、まあやばいのもたくさん結構あります例えばですねこれも配信をしてタイムラインに遷移させ拡散を狙った投稿っていうふうにありますけれども詳しくはこちら見てくださいタイムラインというのは実際に LINE 公式アカウントの中で多くの人に伝えようと思ったら配信をタイムラインの中で投稿してそのタイムラインの投稿を配信をすることによってタイムラインを知ってもらえてでタイムラインにいいねとかって押されると拡散されるっていうことがあるんですねこれは詳細225番の動画で話して この時の事例なんですけれども、これもう今から多分ですね、2年以上前の話ですね。実際に配信代行して、我々もよくさせていただくんですけれども、テストアカウントに掲載したタイムラインに遷移させてしまったとっいうことがあります。どういうことかっていうと、例えば普通の配信とかは、自分の今、こう、本ちゃんのアカウントで、テスト配信っていう、テスト送信っていうのあれば、クライアントさんにも確認していただくことができます。でも、タイムラインっていうのは、一旦投稿をしてしまうと、それがもう、チェックをしてもらう前に、実際に投稿されちゃうわけですから、 タイムラインとかだけはテストアカウントっていうのを作ってそこのタイムラインに載っているものを見てもらって、うん クライアントさんにも確認してもらうっていうことをやります。で、これがですね、タイムラインに飛ばす先の URL をテストで行ったタイムラインに飛ばしてしまった。そうすると、これ配信したらテストアカウントの方が一般の方に知れ渡ってしまうっていうことにもなって、テストアカウントがテストアカウントじゃなくなってしまいますし、実際にアカウントをね、拡散させていきたいんだけれども、テストアカウントの方が拡散されてしまったということになってしまうわけですね。まあ、こういった事例がありました。これは実際にあったものなんですけれども、もう結果的にはすぐミスに気づいて、 30分後に配信し直し。で、これはですね、皆さんもお気づきだと思うんですけれども、30分前に配信されました。で、また配信すると、当然ね、通数も重なって、重量課金制とかだったら、これまたやばいですよね。それから、ブロック率も上がると。やっぱり30分前に配信して、30分後にまた配信来たら、なんか、配信多いなとなって、また無駄なブロック率がちょっと上がってしまうというところになって、本当にこういうのはね、凍りつく瞬間だったりするんですけれども、これも基本的に、ステップ配信とかの設計と同じように、やっぱりこう、ダブルチェックは必須なのかなと、構築者。 ディレクターそして非常にですね、細かいんですけれども、こういうふうに規模が大きくなればなるほど、しっかりダブルチェック、トリプルチェックっていうのは必要になってくるのかなっていうのが、まあ私の経験則でそう思います。それでは最後、まとめですね。今回は5つのことをお伝えをしてきました。1番、2番、何だったかなというと、1番がこちらですね、応答が全部ストップしてしまうよう、LINE 公式アカウント側のプラン変更を忘れないようにしましょう。 それからアカウントバーンはこういう風にしてしまうとアカウントバーンしてしまうよと。これらに関しては正直ですね、知らなかったとっいうことが大惨事につながることになってしまいます。ですので、この動画を見ていただいた皆さんは少なからずまこういったことは防ごうというマインドになっていただきますし、こちらはもうこの動画で知っていただいたので、これはま基本的に OK だろうということになるわけですね。それから3番と5番、ダブルチェック経験者にフィードバックをもらう。これ3番、5番って何だったかなっていうと、ステップ配信等のシナリオ設計とか、あとは配信自体のねミスですよね。まあ、こういったところは正直、 といいうのののは誰にででもも起こりうるものでいた方ないとただ、そのミスが起こる可能性を極限まで減らすために、やっぱりダブルチェック、経験者にフィードバックをもらうっていうのはすごく大事かなと思います。そして最後4番なんですけれども、こちらは成果が出てないよと、クライアントから言われることもやっぱり多々あると思うんですね。ただ、じゃあ今回の配信は、だいたいステップアイシンをやってから何日後で制約されるのが基本になるので、まあ、1週間ぐらいは様子を見ましょうねとか、ちゃんとクライアントをすり合わせをしておけば、丁寧なコミュニケーション をしてておけばここれそうういいっった問題っていうのは極限まででで減らすすとができるんですねなので例えば元の社長も1週間で成果が出ないどうなってるんだって言ったのはこれ元の社長とちゃんとコミュニケーションが取れていないからこそはこういったことが起こると1週間は様子を見てくださいねっていうようなことを事前に言っておけば大丈夫だったはずなんですよねなので意外とこういったところも結構大きな大惨事に繋がってしまう恐れがあるかなと思いますので今日はま,あまとめのこの3点をですねぜひ意識していただければと思いますやはり全てをですね防ぐことは不可能なんですけれども今回の 動画を見てダメージを最小限に抑えることは可能かなと思いますので、この動画が皆様のお役に立てればということで撮りました。ということで今回は恐怖、LINE 運用で凍りつく瞬間ワースト5ということでお届けしました。今後ともこの LINE 公式アカウントチャンネルでは有力機の情報をどんどん無料で公開していきたいと思いますので、えー、皆様の YouTube のチャンネル登録ですとか、高評価、グッドボタン楽しみにお待ちをしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上であります。また次回の動画でお会いしましょう。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。